開会中の熱海市議会では先週消滅可能性自治体と指摘された問題について議論が交わされました4月の有識者グループの発表で20代30代の女性の人口が2020年からの30年間で50%以上減少すると指摘された熱海市斎藤栄市長は人口減少は大きな課題であると 認識しておりますこれまで以上に観光を発展させこれに合わせて少子化対策住環境をはじめとする移住促進対策を推し進められるようしっかりと取り組んでまいりたいと考えております具体的には子育て支援策として南熱海地区の認定こども園の整備や住宅政策として民間事業者の進出促進などを挙げました。